やあみんな、キチェルコだ。今回は2022年の秋アニメで活躍しているヒロインたちに値段をつけてみようと思う。はっきり言って最低な企画だ。批判したくなるのもわかるだろう。だが諸君に聞きたいことがある。アニメにおいて最も必要なものは何だと思う？作画？脚本？音楽？いや違う、ヒロインだ。名作扱いされているアニメには大抵魅力的なヒロインが存在する。もちろん例外もあるのは重々承知している。例えばカイジを見た時は誰一人応援してるキャラがいないのにあそこまで引き込まれ、ピンポンを見た時は胸がピンポン玉みたいに弾け飛んだ。玩具像の世界観も度肝を抜かれたな。だが統計的に見てみると面白いアニメには魅力的なヒロインがいるし、魅力的なヒロインがいるアニメは大抵面白い。そんなヒロインに値段をつけるということはそのアニメに対して値段をつけるということと同義なのである。だが最低な企画であることには変わりないので、アニメキャラを曇りなき眼でこれからも見続けたいという人はここでブラウザバックしてくれ。始まるよ。まずこちらを見てくれ。これはリコリスリコイルの千里というキャラで、夏アニメのキャラクターではあるんだが、画面を説明するために今回は採用した。見てほしいのはこの値段なのだが、これはその子とエッチをするためにいくらまでなら出せますかという意味で出している。つまりこれは千里相手なら6万円までなら出せますよという意味だ。こんな感じで秋アニメのキャラクターに値段をつけてみようと思う。まず一人目はチェンソーマンのマキマだな。ツイッターでマキマの同人漫画が流れまくっていた時期がもうすでに懐かしいな。秋アニメを象徴するかのようなキャラクターであることには間違いないだろう。そんなわけで彼女には4万円を出そうと思う。見た目と声のエロさ的にはもうちょっと上でもいいかもしれないが、いかんせん私は彼女の正体を知っているというのもあって、気持ち的にそこまで出せないなっていうのが少なからずある。なので4万円で我慢してほしい。そして次も同じくチェーンソーマンのパワーだな。人気キャラクターではあるんだが、フローも入らない、クソも流さない、虚言癖という明らかにヤバい女だぞ。そんな彼女とエッチだ？ふざけるのも大概にしろ。30円までなら出してもいいだろう。そして次、今期の派遣候補ボッチザロックの主人公後藤しとりだな。我々オタクの共感を買ってくれているらしいが、そんな彼女に一言言っておく。顔やスタイルがいくら優れていたところで一言も会話できなければそれはゴミだ。ではこいつには人とちゃんと会話できる能力はあるか？本編を見ても微塵もそれを感じないだろう。そんな彼女に出せる金額はたかが知れている。最終話では周りとちゃんとした会話ができるようになっているといいな。3000円だぞ。そしてもう一人ボッチザロックから挙げてみた。それがイクヨちゃんなんだが、結論から言おう、5万円だ。この子は素晴らしい。顔はアニメキャラということもあって限界まで整っているのはもちろん、コミュニケーション能力があのボッチとは違って非常に優れている。ギターが下手くそらしいが、そんなことはまるっきしどうでもいい。彼女が揺らすのはギターの弦ではなく私の股間だ。次に紹介するのは機動戦士ガンダム水星の魔女のスレッタ・マーキュリーだ。ガンダムヒロインというのは性格の悪いやつ、頭のおかしいやつ、そして気合いじみたやつが多いイメージがあるが、彼女の性格は素晴らしい。逃げたら一つ、進めば二つとマーキュリーはよく言うが、これは枕営業でも同じことが言えるのではないか。進めばお金と経験が手に入るぞ。3万5000円出してやろう。どこぞのお偉いさんの娘に結婚を迫られようが一向に気にしないで営業を続けてくれ。なあミリオネ、お前みたいな強情なやつを俺はガンダムシリーズで何人も見てきた。お前もシードのフレイヤー、逆者のクエスみたいな頭のおかしい連中の仲間ではないだろうな。今のところ大丈夫だが、後半暴走したりしないだろうな。1万5000円だそう。どうかスレッタをかき乱さないでくれ。次は秋葉メイド戦争のナゴミだな。実にふざけたアニメだが、主人公はまともなのがなかなか好感が持てるぞ。常にメイド服でいるせいか、本人がいくらまともな性格をしていても変な目で見てしまう。まあそうは言ってもメイドとは接客のエリート種族だ。楽しい時間を過ごせそうだとは思わないかね。4万円だそう。本編でもこれから彼女がどう壊れていくのかが楽しみで仕方がないな。そして秋葉メイド戦争からもう一人、ランコだ。眉一つ動かさずに人を殺すやつの前で裸になるほど俺はバカじゃない。0円だ、帰ってくれ。そして次はうるせえやつらのラムだ。ラブコメの象徴とも言えるようなキャラだな。今のおじさまたちは彼女を見て育ったのだろう。需要はかなりあると考えている。あの電撃攻撃の威力を控えめにして、うまい使い方をしたら他のキャラたちでは再現できないような刺激を私に与えてくれるのかもしれない。3万円でどうだろうか。次はアレクシアだ。みんな影の実力者になりたくても見ているか。
このアニメ一周回って面白いぞ。そしてこのアレクシアがまあエロい。花魚はいつからあんな色っぽい声を出せるようになったんだ。6万円だそう。本作にはライバルヒロインがたくさんいるが、そのエロさで全員蹴散らしてくれ。次はブルーロックのアンリだ。はっきり言ってちょい役だが、5万円を出せるほど私の心は惹かれている。そして原作の彼女の力強さを見事に再現しているな。これからしばらくはエゴに悪口を言われるだけの悲しい存在になるのだが、ストレスで体を痛めないでほしいところだ。次に紹介するのは DIY の Yourself ちゃんだ。個人的に秋アニメベストヒロインの一人だ。泉コナタを連想させるあの雰囲気やマイペース度合いは見ていてとても癒されるものがあるな。だがこういった企画において彼女の名前はあまり出したくない。100円で我慢してくれ。次はスパイファミリーのアーニャだ。俺はロリコンではないから彼女を見ても何も感じないが、それでも2万円は出そうと思う。なぜかというと、とある都市伝説で彼女の声優さんはサノバウィッチのアヤチネネやノラトトの朝原勇気を演じている桐谷花さんの生まれ変わりという説があるんだ。何らかの手違いでアーニャからあの声が出てきたら私はきっと暴走するだろう。そして次は山のすすめの雪村葵だ。俺の高校生活を彩ったアニメ、それが山のすすめだ。そんな作品のキャラクターに値段をつけるということは私の高校生活に値段をつけることと同義である。ちなみに私の高校生活は5円程度の価値しかないだろう。次に紹介するのは同じく山のすすめのクラウエ日向だ。先に結論を言っておく。10円だ。彼女は私が高校時代最も好きだったアニメキャラの一人だ。活発で元気な女の子に見せかけて繊細な心を持っていた素晴らしいキャラだった。3期ではその性格が彼女に嫉妬心を生み出し、葵と日向が喧嘩している姿は間違いなく私の心を破壊した。アスミカナさんの演技がエロいということもあって葵よりは高い金額を出せるだろう。最後を飾るのはマブラブオルタネイティブの神宮寺マリボ、マリモちゃんだ。いろいろあってツイッターにトレンド入りしてしまった彼女だが、私はマリモちゃんが大好きだ。10万円払ってでも彼女とお近づきになりたい。マリモちゃんの動画を単体で出しているレベルに好きで、原作をプレイしている時に本当に何度も救われた。アニメの2期ではそんなマリモちゃんを最高に美人に描いてくれて、自分の幸福度が上がるのを実感したよ。マブラブのアニメはこれから盛り上がること間違いなしだから、原作勢もアニメ勢も楽しみに待っていようではないか。いかがだっただろうか。秋アニメはなかなかの豊作で毎週が楽しみだな。視聴者の諸君は誰が好みだったかな。本日の動画は以上とする。さらば。